フィリップ・ハリスは、イギリス出身の男性元フィギュアスケート選手。2013年、ムラドストトロフィー優勝。11歳という競技スケーターとしては、かなり遅い年齢でスケートを始めた。2013から2014シーズン、怪我のために、イギリス選手権を棄権し、ソチオリンピックへの出場を逃した。2014から2015シーズン、イギリス選手権で初優勝し、 欧州選手権の代表に初選出された。翌2015から2016シーズンのイギリス選手権も制し、世界選手権への出場も果たした。2018から2019シーズン、29歳にして、グランプリシリーズに初招待を受け、グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキで10位。その後は試合を欠場した。ベーター・ジェームス・ハラムが、 世界選手権出場のためのミニマムスコアを獲得したため引退を決意。2019年3月16日に引退を発表した。フィリップ・ハリス、フィギュアスケーター、グレート・ブリテン・インタビュー。フィリップ・ハリスのインスタグラムより2019年3月16日の投稿。ありがとうございます。